こんにちは。この動画では椎間板ヘルニアを悪化させないための椅子の座り方についてお伝えの方をしていきます。では早速やっていきますね。はい、まずこう椅子に普通に座っていただいて、でこれ背もたれないですけど、なるべく背もたれある椅子の方がいいです。でこの椅子ですけども、あんまりソファーとか柔らかすぎるやつになると骨盤がだらんと寝てしまうので、なるべく硬めの椅子を選ぶようにしてください。はい、でまず足肩幅に広げていただいて、でこの骨盤の位置ですね、で以前の動画で説明したのがあるんですけども、骨盤っていうのはやや前にこう行っているのが正常な位置です。それが大抵ですね、もうヘルニアとかなる方というのは後ろになっています。こういう状態です。この状態になることで前で椎間板っていうのがグッと圧迫されてしまって、後ろに出やすくなってしまいます。この姿勢だけで椎間板にかかる負担っていうのはかなり上がると言われています。なので骨盤が寝てる状態ではなくて起こしてあげる、この状態ですね。この状態で座るっていうのを意識するようにしてください。これがダラーンとなってしまうと椎間板ヘルニアだけでなくて腰痛の原因にもなります。でこれもう一つ一つ理由がありまして、この例えばこの今白衣があるんですけども、正しい位置の時っていうのは全体的にこうゆとりがあるんですね。でこのゆとりがある状態っていうのは痛みが出にくい状態です。ただダラーンとなると前がこう縮んでしまって後ろがこう伸ばされてしまうんですね。なのでこの白衣の後ろを伸ばしながら体を支える状態になります。ってなると実はここにすごい負担がかかってるんですね。なので常にこの人間こういう筋肉の膜でこう全体的に覆われているので、この膜全体にゆとりがある状態っていうのはやっぱり正しいこの位置なので、ぜひこの骨盤を寝かすではなくて立てるっていう座り方をぜひ覚えていただければなと思います。でこれがちょっとイメージつきにくい方は、手をお尻の下にこう当てて出っ張った骨が触れますので、そこで座る意識を持つことです。そこに座ると自然と骨盤が立って正しい位置に来ます。なのでぜひそうやって実践の方もしていただければなと思います。はい、それでは以上ですね。本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございます。